いつもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。めっきり寒くなってきて、まあ、本格的な冬キャンプシーズンが近づいてきたなと思う今日この頃。この時期にしか味わえない楽しさもあるのもやっぱりキャンプの醍醐味ですよね。ということで、我が家も冬支度をして冬キャンプに備えています。今回は今年新たに準備した冬キャンプの道具類をご紹介したいなと思います。よければ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。また今後もハミネキャンプに関して動画を配信していきますので、これを機にチャンネル登録いただけたら嬉しいです。ということで、まず最初に、今年一番の大物ですね、冬用のテントを購入しました。これはスモアというメーカーさんの TC 素材のベルテントになります。他の動画でもレビュー動画上げてるので、よければご覧ください。寒い冬のキャンプはやっぱりテント内にこもる時間っていうのが増えてきますよね。そういう意味ではキャンプを快適にするにはやっぱり広くて、そして暖かいテントっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、このスモアさんのテントは、4人家族にはちょうどいい広さのテントだと思います。またフロアとの一体型のテントなので、冷気の侵入っていうのも防げます。やっぱりスカートがあってもですね、完璧に冷気を遮断するのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。そういう意味では一体型のテント、本当に安心感半端ないですね。ちなみにこのテントは最初から薪ストーブ用の穴が開いてます。テント内に薪ストーブを入れて、おこもりする、めちゃくちゃいいですよね。ただ中に入れると場所取るので、小さい子供がいる我が家はしばらくはちょっとこれは難しいかなと思います。ただテントから出る煙突、めちゃくちゃいいです。続いて購入したのが石油ストーブです。我が家の真冬キャンプにはこの暖房器具、やっぱりなかなか欠かせないようになってます。ただ幕内での火器の使用は基本的にリスクが伴うんで、決してお勧めするわけではありません。我が家は使ってますよっていう感じでご紹介してます。で、我が家が今年買ったのが豊臣の反射式のストーブです。ちなみにこのストーブは我が家ではですね、家で灯油をタンクに入れて持ってきてます。この油受けを外しておけば基本的には漏れることはなさそうなので、取り扱いとかはですねしやすいです。またこのチャンネルをご覧いただいている方はご存知の通り、我が家もともとコロナの対流式のストーブを使ってました。ただこのストーブ火力が強い反面結構かさばるんですよね。で、ベルテントは比較的暖房効率もいいので、これだと少しハイスペックかなというふうにも思ってました。また対流式のストーブは熱気が上昇して空間全体を温めてくれるので、中心に置いておくと一番効率がいいっていうふうに言われてるみたいです。ただ子供がいると真ん中に置いてしまうと、動線が妨げられて、ちょっとレイアウトが難しくなってしまうなっていうふうに感じてました。一方反射式の場合は前方に熱が行くので、壁際にこのように置くことができます。テントの大きさとか形によってではあるんですけれども、反射式の方が適している場合もやっぱりあるんじゃないかなというふうに思います。また反射式の方がコンパクトで、ある程度価格も安いものが比較的多いような気がします。見た目は好みが分かれると思うんですけれども、個人的には悪くないかなと思ってます。またこのようなファンがあるかどうかでテント内の温まり方っていうのはだいぶ違ってきます。ストーブの熱で動くタイプが、電源もいらなくておすすめじゃないかなというふうに思います。ちなみにこれはリ・ギアーというメーカーさんのファンになります。よく見ていただければお分かりいただけるんですけれども、実はこれ首振り機能がついてるんですよね。なんか今までありそうでなかったような機能じゃないでしょうか。
まあ、今までもAmazon で安く買ったファンを使ってたんですけれども、まあ、より早くやっぱり全体が温まるような気がします。もしかしたら羽の形状とかも関係してるかもしれませんが、体感としてはやっぱり全然違うなと思いました。まあ、音も静かでパワーもいいんで、また温度計も内蔵されているところも嬉しいポイントじゃないかなと思います。幕開けで購入できるみたいなので、ファンを探されている方はチェックされてみてはいかがでしょうか。続いて寝床編ということで、新たに仲間入りしたインフレータブルマットについてご紹介したいと思います。我が家が使っているのはこのハイクンチャーというメーカーさんのインフレータブルマット。厚さが10センチあって、地面の冷気をしっかり遮断してくれます。また R 値が 9.5 あるっていうことで、数値的にも十分安心して寒冷地とかでも使えるマットになってます。さらに我が家はこのマットの上にアルミマットを敷いて電気毛布を敷いてます。まあ、こうすることでアルミマットが冷気を遮断するだけじゃなくて、電気毛布の熱も反射してくれます。でさらにその上に自宅でも使っている敷布団を敷いて、でその上にシュラフで寝ているという感じです。まあ、これで我が家はですね、そこまでいいシュラフ使わなくても、まあ、底冷え知らずで過ごすことができております。まあ、ただ足元はやっぱり冷えやすいので、まあ、この湯たんぽがあるとやっぱり便利です。まあ、これを併用することで本当に快適に冬キャンプ今のところ過ごせております。続いてテントの外の道具についてご紹介していきます。まずこの椅子にかけてるふわふわのファーのラグですね。こういったラグがあるかないかで本当に全然違います。やっぱり椅子にそのまま座ると本当に背中とかお尻に直接冷気を感じてしまうので、この別にファーのラグじゃなくても何かしら敷くだけでだいぶ違うと思います。続きましてハイランダーさんの難燃性のブランケット、これ2個で4000円ぐらいなので、まあめちゃくちゃ高いってわけではないんですが、まあ、ケースもついてて肌触りも良くて、まあ、すごくおすすめです。ポケットがついてたりとか、あとボタンもついてるんで腰にかけたり肩にかけたりすることができます。まあ、難燃性なんで焚き火する時も安心して使えますし、1人1枚あってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。本当に肌触り気持ちよくっておすすめです。あと冬キャンプといえば薪ストーブ。薪ストーブでの火遊び本当楽しいですよね。この薪ストーブもリギアさんの薪ストーブです。このように付属の収納バッグに全て入れれるので、持ち運びとかもめちゃくちゃしやすいです。何か新しく買い足す必要もなくて、そのまますぐに使えるので、初めての薪ストーブとしてもいいんじゃないかなというふうに思います。薪ストーブの火を眺めるの本当最高ですね。いや、焚き火とはまたやっぱり違った魅力が薪ストーブにはあると思います。薪ストの上で料理するのもなんかまたいいんですよね。薪ストで作った焼き芋ほんと最高です。今回この薪ストーブをご提供いただいたリギアというメーカーさんは新しくできたアウトドアブランドみたいです。この薪ストだけじゃなくって、首振り機能付きのファンであったりとか、高さ調整のできる今娘が座っているこのローチェアですね、こういった面白いギアも扱われているので、ぜひ幕開けをチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、今年になって新しく仲間入りした冬キャンプの道具たちをご紹介しました。去年も冬キャンプの動画上げてるんですけれども、あれからやっぱり新しい道具も増えて、ますますキャンプが楽しくなるんじゃないかなとワクワクしております。
本当寒い時期のキャンプって焚き火が気持ちよかったり星が綺麗だったり、まあ、そこでしか味わえないあの魅力が本当にいっぱいあると思います。この動画が少しでも何かの参考になって、まあ、冬キャンプを始められるきっかけになれば嬉しいなというふうに思います。今後もファミリーキャンプをメインに動画を投稿していきますので、もしよければチャンネル登録いただいて今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またこの次の動画でもお会いできることを楽しみにしてます。